何これ、ちょっと待って、キャリーちゃん。検査薬の結果は？結果？まだ早かった。どうも。やっぱそうですよ、やっぱ。そう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 。ね、まあ、一応念のためにね。念のため。検査です。念のため検査したけど。ってことなんだけど。うん。まあまだこれであと5日、5日来なかったら、多分もう、とりあえず見せる。とりあえずね、とりあえず、まだね、ちょっと検査するのが早かったかなと。ちょっと、これ陰性だったんだよね。でも俺、瞬さん2本に見えたもん。あははは、ほんと？いやー、ちょっと、早く、わかんないよね、でも。まだわかんない、わかんない、わかんない、わかんない。まだわかんない、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 早いだけかもしれないな。わかんない。ね、うん、もし仮にねできてなかったとしても、こういうものってやっぱ授かりものだから、やっぱ 100% できてないっていうふうに思えば、その分もしできた時めっちゃ嬉しいから。あ、それはあるね。そう、まあ、今月ももしね仮にできてなかったとしても頑張りますよ。そうだね、はい、またね。うん、いや、まだうっすらどうなんかな。いや、何ちゃちゃ、出しちゃった。あー、出しちゃったの、かしんくん。うん、これちょっと買っちゃった、これ。あー、あ、クランさん見せてよ、もう一回。もう一回見せて。買っちゃったんだよ、かしんくん、これ。ついに、あのね、自分の意思で買っちゃった。私言ってない。うん、うん、あまゆちゃん、ありがとう。めっちゃね、カメラ的にね、こうやって見えるけど、こあ、こっから見えないのか。光加減で見えないから。一本一本、ここわかる？一本。外カメの方が。うん、どう？一本。これが2本だったら、あの、妊娠ですね。まだ早いのもあるかもね、と。うっすらもなさそう。そう。Yeah.
お疲れしかーい。お疲れしかーい。ありがとうメダル。うん、イルミネーション風船5個ありがとう、ナイス。ありがとうございます。バブルバル10個ありがとう。そうだね、ちょっとバードこれ朝に食べていい俺は？これ朝に食べていい？これ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 取ったらこれあれでしょ、味するんでしょ、ダメなの、これ、これ取ったらさ、あれでしょ、味するっしょ、しない？え、するんじゃない、ちゃんともらおう、いただきます。かわいい、それはちょっと、それはちょっと、ちょっと、嫌なわけ、今更。え、いいよいいよ、カシン君だったら。なんでそんなガチで嫌そうにしてんの。え、嘘でしょ。いいよいいよ。何でしょあれ、これちょっとさ、何何どうした、ね、まだわからないから、まだわからないよ ね、うん、おーっそーい、ありがとう、こんばんは、キャリーちゃん、カシンさん応援してるよ、幸せになってね、ありがとう。ハートの中に見えるのはキャリーちゃん、カシちゃん、キャリーカシちゃん、ありがとうございます。やった、スラッとありがとう。いや、まあまあね、これからだね。そうね、そうね、そうそうそう、これから、まあわかんないけど、まだ早かったのかもしれないし、うん、俺昔、俺自爆で言ったことあるんだよ。え、何を？あのね、その結婚してない人は売れ残りとかで言っちゃった人いたんだよ俺。あーあー、まゆちゃんありがとう、ケリちゃんと一緒の時間に腹痛い。ありがとうね、まゆちゃん、一緒の時期、あ、時期ね、ぜひぜひまゆちゃんもね、お互い幸せになろう。ありがとう。え、どうしたの。まあまあまあ、キャリーちゃんとね。どういうこと、何、あ、なんだったっけ。まあ結婚だよね。俺さっき、うん、あの先輩の配信でも堂々と言ったから。あ、言ったって言ってくれたね、うん、もしできてたら結婚しますって、うんうん、5000人の前で言ってくれたんだよね。うん、うん、嬉しいよ、結婚するんだもんね。そうだよ、妊娠し、あれだよね、しなくても、しなくてもんだよ、うん、え、言っていいのかな。まあまあ、それはまだまだ、まだまだ、まだ、そこはちょっとまだ引っ張ろうよ、まだいいね、それはね、僕引っ張り入れちゃうからね。え、なんか何、結婚してない人が売れ残り、ね、あ、昔言った言った言った、うん、30過ぎてね、結婚してないやつは売れ残りって言ったことあるのよ、昔自爆で。そしたらめっちゃ叩かれてさ。あ、そうやって叩かれそう。そうだよね、だって私も結婚してない。そうだよね、もう今の時期そんなの古いですみたいな感じでさ、めっちゃ叩かれたことあるよ。うん、うん、いや違う違う違う、なんそういう 人とかじゃなくて、うん、それリスナーに言ったのよ、うん、ごめんね、うん、結婚してない人もいるからね、うん、撤回しますね。まあまあ、でもまあ、また次ね、またね、やりたいね。うん、うーん、あ、コウノトリに運んでもらえる、いいこと言うね。うーんね、うん、うん、まあそうだね、これからだからね、まだまだ1ヶ月半だから付き合ってね、今月で2ヶ月だからね、今月で、そう、うん、あ、でもなんかちょっとなんかモヤモヤするね、なんかね、わかる、わかるでしょ、うん、うん、もうキャリーちゃんの今のね、タモリもそうだけど、うん、いや、
いや、できてると思ったんだけどな。そうそう、私も思った。それか検査するのがまだ早かったか、もしかしたら1週間後にしたらまた変わるかもしれないし。そうだね、今日が3日だから4、5、6、来週の月曜日まで来なかったらもう多分ほぼ妊娠やと思う。そうだよね、だからまあ今の段階ではね、そうちょっと陰性だったけど、そうメロコちゃんそうしたまだわかんないよね。そうだね、わかんないけど、あもうこれも挑戦よ、このキャリーでもらおっとびっくりした。あーありがとう、慌てないでね、これからだよ。ありがとう、ありがとうね、スロットもありがとう、これからだね、ありがとう。慌てずドキドキね、ドキドキ、ワクワク、ワクワク、ドキドキ、ドキドキ、頑張れ頑張れ、ドキドキ、ドキドキ、そうだね、今をね楽しんで、ワク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 、ありがとう。まだ早いのもあると思うけどね、わかんないね、ちょっと。キャリーちゃんはその焦ってるわけではないんだよね。焦ってはないよ。焦ってもね、良くないと思う。そうだよね。それだけやもうね、タイミングやから。タイミングだよ。焦っても良くないよ。そうだよね。焦ってはないけど、カシン君と付き合う前とかから。35までには出産したいなとかは思ってた、で今33なんだよね。そうまだまだね、まだこれナイーブな話だからね、これだけでもこうやってさね、あの僕としかしてないっていうのもさね、やっぱこうやって彼氏っていうところでさ、俺しかいないわけやんね。もちろんそれでさ、もちろん、もう頑張るしかないよね、やっぱね。そうだね、でも抱かれててどうよ、正直な話。え抱かれててどう、うん、ありがとうスロッチ、抱かれててどう、いや、カシンくんね、うまいよ、リピート率 95% だからね。キャリーちゃんはリピート率 100% きつ100% きつねえ、だからいいよねえ、愛ちゃんいいよね。あー、ブタちゃんにかナイス、ありがとうブタちゃん、ありがとう。そんな落ち込まんねえよ、キャリーちゃん。落ち込んでるけど、いや、まあ落ち込んでるわけではない。分かりやすいって。分かりやすい、でもね、いや、ね、俺がどっか行っちゃうと思う？思わないよ。思わないでしょ、信じてるよ。俺モテないかな。いや、モテないというか、カシン君と本当に真剣交際で、お互い付き合ってるから、そんな逃げると構わないよ。でしょ、逃げっこないじゃん、男なんだから。昨日ミナちゃんに言われてたじゃん、俺、昨日か。キャリーちゃんのことどう思ってんのって、なんかいきなりなんか怒られてるなんかしんだけどさ。おっかなかった、なんかさ、みんな怒るんだよね、なんかさ、僕に対してみんな大体。友達としてね、聞いてくれたね、ミナちゃん。なんか怒るんだよね。そんな僕ってなんか怒られやすい体質かな。
気もするよね。うん、うん、その子供ができるできないとかその関係なく、うん、関係ない、うん、俺はキャリちゃんのこと愛してるから。私も愛してるよ。大丈夫かなこれ、ちょっとこれ配信的に、これ大丈夫、これどこよこれ、これ配信で、配信的に、うん、たまにはいいんじゃない。じゃあもし仮にじゃあ婚姻届出したら、あの多分ツイッターにアップするタイプやね。えアップするタイプだね。だよね、絶対アップするよね。まあ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 、そうそうだよね、配信者やもんね。うん、いや全然、うん、俺はいいよ、俺はいいよ。私結構そういうの乗しちゃうね。うん、うん、あ、それがね最近やってないんですよ。ちょっとね3日お休みとか言いながら、え、本当じゃん、本当じゃん、え、やってないじゃんって3日、嘘でしょ、出てないだけ、はい。え、で、え、で、出なかっただけ。何それ出てないだけって、それいや、これ以上言わないのかよ。いや、そこまで言ったら言ってよ。いや、なんか昨日の朝、昨日したんだけど、なんかね、出なかったんだよね。そう、それで最近調子は、ちょっと俺、ちょっとね、なんで、なんで、ちょっと俺、じゃあ先月、先月のじゃあ丸ごちゃ、俺教えるから今11月の丸ね。そうか、しんくん丸つけてるからね。もうね、11月のね、4日、7日、9日、11、15、6、7、8、9、10、11、12、13。いや、でもこれ書いてないやつもあるから、多分20パ、20なんだよ。で10月が 1、2、3、4、5回。そう、スケジュールにね、かしんくんやった日丸ね書いてるんだよね。でもさ、ってキャリちゃんさ、その24日ぐらいからさ、うん、先月のね、うん、3連チャン、24、25、26、3連チャン、あ、3連チャン、ありがとう。で、そっから1日挟んでの2連チャン、うん、いや、もうそれ出ない時だってあるでしょう。それでここ3日間あれだよね、ちょっと出なかったから買ったんだよね。うーん、あ、そう、これね、これ、まあ、最近調子悪いからって、うん、調子悪いんだもんだって。ああ、そう、うん、私が買ってって言ったんじゃないけどね、うん、すごいよ。やキャリちゃんの配信見てて、うん、なんかめっちゃなんかその不安な顔してたから、うん、今日も検査薬と、まあ、お米とね、これをちょっとさ、うんうん、買ってくれたんだよね。そう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 、うん、キャリーちゃんは満足しているの？だって、え、満足だよ私は。でもね、まだ本気出してないのよ。まだ本気じゃない、これだけやってるけど、まだ本気出してないのよ。なんで本気を出してくれないの？いや、まだ発掘だから、徐々に。そうそうそう、やっぱダンジョンだから、やっぱ、うん、RPG だから、まあ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 、うん、RPG。私はどうかな、うまい？うまいね。うまい？うん、でも俺はあんま要求しない方じゃん。あ、そうだね、うん、もっとで、もっと要求できるんやけど、まだちょっと今はちょっとまだ要求しない、俺は。様子見？そう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 。本当はどんな要求したいの？うん、やっぱ俺マゾだからさ。うん、いろんなのあるよ、いろんなの、うん、まあ配信では言いたくないようなことか、うん、M 同士
あ、でもキャリーちゃん M やもんね。あ、でもせめてって言われるならいけるけどね。ド M よ。ド M かな。あ、めっちゃド M。うん、嫌？いや、嫌じゃないけど、うん。でもカシンくんも M なんだよね。うちはまたさ来てる、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 多分来月の多分あの、あ、来月のか、あれですね、多分あのチャージ。ね、パンさす。え、妊娠してた？あ、いやいや、鳩飛んできて。いやいやいや。いや、キャリーちゃんくんね、お疲れ様です。うんうんうん。検査薬したんやけど、うん。まあ、陰性だった。ああ。あ、でもまだ早かっただけかもしれないけど。ああ、もう一回する、うん。もうちょっと寝来なかったら。え、家臣 NN してるん？そうですね、先月20回。あ、そうでしょ。分解。なんか切りそうと思った、今。それこそ嘘でしょ、でしょ。嘘でしょ、もう。先月20回。今月は10で、やっぱりさ、貯めた方がいいんじゃないかな、やっぱね。あ、ちょっと貯めて。そう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 。あの方がいいかな。そう。恋ってこと？そうそうそう。あー、なるほどね。例えば週2とかね。あー、週2、うん、今2日に1回ぐらいだもんね。ん？いやだって。でも結構キャリーちゃんもでも結構迫ってくるじゃん。俺も行くけど。そうだよ。お互い好きってことだよね。お互い好きだからね、うん、好き同士だから、うん、そうそうそう、いいよね、愛し合ってるから。あとはあの基礎体温のあのなんだっけな、あれももしかして必要かもね。ね、危険日とかって分かるやつあるのよ。ああ、アプリみたいな。そうそう、あ、そうそう、ルナルナ。あ、ルナルナ、ああ、あるね。あれ何撮ってみようか。ルナルナ基礎体温測って、あ、太陽も関係あるかな。あ、要はもう、もう危険日に狙い撃ちなのよ。あ、そう、もう時期を見て、もう排卵日、うん、もうそこでやれば一発的中。あ、うん、そういうことね。なんで知ってんのって思うでしょ。まあ、カシー君、まあ、いろいろ経験がというか、そうね、あるから知ってるのかな、うん、そう、詳しいね、うん、まあ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 、もう37やからねそれなりにね、うん、ちょっとルナルナしてみる、うん、そうだよ、カシン君もできてたら嬉しいって言ってくれたからね、うん、養蚕、あ、養蚕っていうのも聞いたことある。え、そんなのあるんだね。そう、うーん、なんか妊娠してからもそれを半年ぐらい飲むと赤ちゃんに栄養を与えるみたいな、うん、不純じゃないよ、私生理は。でも確かに毎月きっちりっていうかね。そうだね、うん、毎月来てるね。
あーあーえーなあーありがとうたくめちゃんえーナイスーかわいいありがとうえーたくめちゃんありがとうねでかいの来たーハートの中に見えるのはキャリちゃんカシちゃんキャリカシちゃんにったった これ今日天然さんがなんか言っててさ、なんかさ、にったったとかさ、にったブラザーズとかなんか言っててさ、でもファミリーやもんね。ファミリー。そうよ天然さん。ファミリーよ。ファミリー。私もファミリー。あ、20個ありがとう、スロット。20個ありがとうね。スロットもありがとう。やっぱ天然さんとかさ、なんか山田さんとか見るとなんかね、元気もらえるよ、なんかやっぱね。元気もらえる。なんかね、なんとも言えない元気もらえる。大丈夫？はい、大丈夫よ。でも高額ね、ありがとうございますね。ねえ、本当いつもありがとう。ありがとうね。今月は喧嘩しないことをね、願うんですけど、僕15日から僕逆に危険日やからさ。あーそうだね、そう15日になるとね、ちょっとね、15日か25日だよね、うん、あ、無理アイテムありがとう、無理アイテムお願いします。今9位だ、イベントね、ちょっと頑張って5位以内追い上げたいです。ありがとう、表彰状お願いします。喧嘩だとしてもね、ちゃんと話し合いとかするしね。そうだね、僕とキャリーちゃんの要はね、ミーティングがあるんですよ。ね、ね、あー、ゾウさん10個、ありがとう、たくめっちゃナイス、トンチクラスカイ、トンチクラスカイ、ありがとう、ゾウさんもね、ありがとうね。話し合い大事だよ、うん、ね、寝る前とかね、カシー君と話したりしてね、めっちゃいろいろ話すよね。いろいろ話すね、配信のこととか、そう、ね、いろんなことだったりとか、そうそう、今日何があったのとかね、話し合いしてね、話は大事よ、大事、うん、お腹空いてきたかな。あ、これ大丈夫だよ、ゆきんさん、ゆきんちゃんありがとう、豚ちゃんありがとう。もうキャリーちゃん今日乾燥っしょ。乾燥だね。じゃあ乾燥も3時間になったらで食べるより、3時間になったら、うん、オッケー。俺もね、多分もう1ヶ月一緒に住んでると分かると思うけど、うん、もう食べたら眠くなっちゃうのよ。あ、そうだよね、そう私もだけど、食べたら眠くなっちゃって、うん、寝る前に食べるよね、かし。そう、ビューティーキャリー終わっちゃったよ。はい、こんなさ、あ、これ、あ、これ、わー、一回が来た、いいんですか、いいんですか、あー、ありが
さにま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 さ嬉しい、嬉しいね、なんかね、こうやって2人で配信ね、してね、まあ、ただここもやっぱレア感はやっぱ必要やからね、あ、そうだ、俺も考えてるから、あ、そうだ、レア感もいいね、あんまり家臣が出しゃばっちゃってもなんか良くないのかなと思うから、ね、考えてくれてるんだね、考え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 、無料もありがとう、やっぱキャリーちゃん、うん、大丈夫よ、うん、今日は配信どれくらいやってたの？4時間、4時間やった、わあ、うん、乾燥して、うん、からちょっと休憩してからのからのビューティーキャリー、そうそう、からの妊娠検査薬だね、からのからのカレー、あ、そうだね、あ、からの料理してたんだよね、あ、料理してくれたんだね、あ、料理したよ、もう嬉しいよ、手作りそう、もうカレーなんていつぶりなんだろう、俺食べんの、あ、ほんと、そんな久しぶりに、もう松屋のカレー以来かな、あ、ほんとに、手作りのカレーはもうすごく、みわお大好きやから、あ、おいし、ね、おいしくできたよ、今のところは陰性だね、うん、まだまだ 3時間ぐらいになったら食べる、そうだね、あと1時間かな、あと1時間したら、うん、あの食べてそれで感想って感じでいいのかな、そうだね、カレーは後で、後でね、はまだ早いから、うん、私はね、私はでも食べようかな、寝る前、あ、いいね、食べようよ、一緒に食べよう、一緒に食べて、ねんねしよう、ねんねしてね、あとくべんさん、ありがとう、ありがとう、子供欲しいよ、うん、ねんねねんねして、うん、一緒にね、やしてないよ、全然やしたいけど、でもなんか可愛くなったねとかって言ってくれたりしたら嬉しい、なんか小前くんとかなんかキャリー前より可愛くなったって、うん、天然さんにも言われてたよね、この間、あ、天然さんも言ってくれて、私も恋の力かなとかって言ってた、うん、しんくんはね、寝る前にね、食べたいからね、カレー、そう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 、ね、ね、寝ちゃうのよ、そう、食べたら眠くなるからね、イルミネーションバーガー、ありがとう、ありがとう、今はなりそう、私はね、あ、でも私食べた7時ぐらいかな、夜の、結構前ね、そうだね、ちょっと寝る前私も食べとこうかな、うん、ね、可愛くなってるよね、ありがとう、幸せだよ大丈夫キャリーちゃん、あ、ちょっと疲れてきてる感じ、わかるわかる、わかるわ、そうだね、ちょっとよくわかってくれるね、わかる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 そうだね、ちょっと早いけど、
いいよ、キャリーちゃん、あの気づかんで、あのケツの時間決めちゃったよ、別に。あーの、うん、乾燥しようかなと思ったんだけど、あと2時間かと思って、うん、あと1時間にする？そうだね、うん、ちょっとね、まあ、キャリーちゃん体調ね、なんとなくわかるから、うん、うん、これはね、うん、ありがとう。あれだね、じゃあさ、30分前に、だからあとで30分したら食べればいいか。そうする、ね、そうしようか。うん、そうだね、そっちを、うん、そう、まあ、分かるんだよ、あのキャリーちゃんのその何、まあ、配信見、ね、こうやって見てればさ確かにね、そう、分かってくれるから、かしいくん、優しい今日もね、なんかね、検査薬もね、かしいくん心配だからって買って帰ってくれてね、うんうん、ありがとう、ケリちゃんは赤ちゃんだからね。あー、ありがとう、ドクメンちゃん、豚ちゃん10個すごい、すごい、すごい、はい、ありがとう、赤ちゃんだから、うん、まあね、無理しちゃってもね、そうだね、うん、でも本当に、もう俺こんなこと言うのもあれだけどさ、うん、キャリーちゃんほどの配信者がさ、長時間配信者めっちゃすごいと思うんだけど、これマジで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 、マジで、うん、ありがとう、うん、そうだね、ほんと長時間できてもいいのかもしれないんだけど、うん、雑談でね、こう長時間ね、やってる人すごいなとは思う、企画とかこう何かしながらとかね、例えば料理とかだったらいいんだけど、うん、ちょっと前からね、ちょっと雑談がちょっと苦手なところもあったりまして、うん、企画とかそういう何か、まあ、ビューティーキャリーとか料理配信、例えばカラオケとかコラボとか、そういう何かしながらの配信が好きだったりはするかな、うん、まあ、雑談も困ったりもいいけどね、いや結果は今のところは陰性だね。誠司さんとかもね、確かに長時間すごいよね、まあ、結果はね、まだ今のところまだ多分まだグレーっすね、ちょっとなんともね、うん、できてなかったとも言い切れないし、うん、うん、早かったのかもしれないし、じゃあちょっとね、もう俺もね、俺とキャリーちゃんも期待しすぎちゃったよね、やっぱね、でも俺別にほんとにさっき、まあ、配信アーカイブ見てもいいけど、うん、あの本当にあのめっちゃあの びっくりながら、おえー、あーえー、ファンタスティック、わー、これキャリーちゃん踊んなきゃ、これ踊んなきゃ、これファンタスティック、5枚しか、ファンタの5枚いただきました、ありがとうございます。え、じゃあちょっとこれはファンタで原宿イヤホイダンスでね踊ります。すごい、ファンタスティックいただきました。ありがとうございます。すごい。ちょっと待ってね。イヤホイダンスでね、いきます。びっくりしたね。びっくりしたんだね。いきなりね、ありがとう。ファンタで踊ります。無理やりてもありがとう、うん、踊ります、全部見せて、とくめちゃんファンタスティックありがとうございます、てかさ、イヤホイダンスいきます、ワンツーイヤホイファンタありがとう、とくめちゃんありがとう、はい、お墓を日本は揺らします
ごいね。ありがとう。ちょっと、あ、まさかの聞いた、かわいすぎる。あ、お疲れ様。ありがとう。まさかのね、ソキティちゃんのね、え、お尻フリフリ回って、お尻フリフリダンスもありました。ありがとう。ナイスね。お尻それ。ありがとう。ありがとう。いや。ありがとう。ナイス。ちょっと一緒ありがとう。よかった。ね、みんなもありがとうね。びっくりしたね。ねえ、そう。すごいね。いきなりね、ね、いつもありがとうね、投げてくれて。イベントも今、ね、9位でね。強いんだね。すごいね。町大将だから。そうだね。すごい。びっくり、ありがとう。踊るとちょっと息切れするっていう。水分取ってお母さんありがとう。パンさんありがとう。家臣黒髪バリエーやん。あー似合ってるのせいか。ねえ、いいよいいよ。なんかビジュアルっぽいね、そのクロここアッシュ系も。うん。似合うかしら。かっこいい。やり直した。やり直した。本当。危ないね。危ない危ない。チューしたら危ない。かっこいいよ、いい感じ。チューは配信ではできない。ピーちゃん本当厳しいよね、今ね。厳しくなったね。ほっぺただったらなんか大丈夫って聞くけど、どうなんだろう。ピーちゃんかわいいよね。お尻のでもなんかパルパルの炎上ニュースで言ってたけど、なんかせいじさんと天然さんが養分の誕生日でチューしたらしくて、それは落とされなかったみたいなんですよ。お男同士はなんか グレーなのね。グレーなのかな。うん、でなんかその私とカシー君のことも言ってて、うん、なんか中村君の枠で、うん、あのひどなさんのあのキャンプの、あったね、そうそう、あの時にでもキャリーちゃんとカシー君のキスは落とされたとかってパルパルも言ってて、うん、そう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 。ひよこんの中落とされたやつ、ひよこんくん、検索くん、ちょっとグレーですね。今は陰性だった、まあ、陰性だったけど、ちょっと早かったのかもしれないし、グレーですね。まあ、どっちにしても頑張るしかないからさ。そうだね。まあ、ちょっとね、まあ、キャリーちゃん配信忙しいと思うけど、うん、俺もね、支えられればいいかなって思ってるからね。シンクありがとうね。本当よ、すごいね、支えてくれて、ありがとう。大丈夫よ。ね、シンクの髪色いいよ、さすがキャリーちゃん。
ね、やっと、ね、ビューティーキャリーでね、踏み出まして、あれ、キャリーで飲み物ある？飲み物、お茶ね、ああ一応パックのもあって、あ、そうだね、でも、あ、お酒買ってたけど、お酒はいい？今日はどうだろう、気分的に少しだけ飲めばいいかな、もうあれでしょ、今大丈夫か、確定ではないから、うん、一本だけちょっとちょびっとね、ちょびっと飲もうかな、じゃあ俺もちょびっともらおうわ、あ、どうでしょう、でも、うん、あ、じゃあいいグラスがあるんだよね、あ、ほんと、そう、いいグラス、ね、こればっかりはね、ドンツクラスコイベイビー10個、何か来た、ね、応援する豚さん10個、センキュー、豚さん10個ありがとう、ありがとうね、豚ちゃん、あ、またまたありがとう、豚ちゃんも、すごいね、この方、いつもね、すいません、無料もありがとう、無料もお願いします、無料、髪色変わってる、いいやん、そうね、ちょっと劇的なあの見た目をね変えたかった、うん、髪色いいです、センキュー、髪の毛薄い方かな、ごめんね、なんかちょっとトークがちょっと全然今出てこなくて、うん、あー、ごめんね、チョレギサラダのドレッシング手作りで美味しそうだった、あ、本当ですか、うん、ね、先月のね、先月の中旬ぐらいかな、ちょっと俺なんかもう言語が言葉出てこなくなっちゃって、うん、体調悪くないよ、うん、みなちゃんね、これ見せよ、昨日ね、ほんとカラオケ行きたかったんやけどね、行きたかったね、ごめんね、旦那です、嫁です、グラスねえ、みなちゃんがくれた、あ、これで写真撮りたい、一緒に持って、あ、ほんと、うん、センスいいよね、そう、くっつく感じで、はい、チーズ、あ、いいかな、いいね、いいね、キウイのね、やつにした、なんでここであのロスインゴベルナが出てくるの、何それ、あのシニオンプロレスのユニット、あー、プロレス、そうそうそう、あれ閉まらない、大丈夫、うん、閉まらなかったらこぼれる、こぼれちゃう、あれ、入った、オッケー、大丈夫、うん、真田瞑想で、あれはジェイク・リーがさ怪我しちゃったからでしょ、アングル変えたんだって、
まあでもね、まあ年末ね、もう終わりなんでね、まあ、僕はもう来年の、まあお正月はやっぱりプロレス三昧なんで、明日見に行くからね。はい、行こう、ね、行こう。いや、本当の東京ドームはね、なんていうのかな、ちょっと見づらいんだけど、うん、あ、その入場とかそういうので、うん、雰囲気だけ味わってもらいたいなと思って。ああ、いいよね、プロレスの入場とか、ね、あのスパークの時とかもあれよかった、うん、ああいう入場というか、そうね、うん、そこを楽しんでもらって、でまたね、その中でまたいつかまたコラーゲンホールとか、うん、ね、いろんなところ行ったりとかね、うん、いいね、うん、一緒にカシン君の趣味を私も楽しめたら、うん、ね、嬉しいよ。俺のだからね、その、まあ、一番好きなっていうか、ここ10年で好き、一番好きな、うん、あの棚橋博士がね、うん、まあ、再来年で引退しちゃうからさ、ちょっとね、最後のね、1年間っていうのを見届けないとなって思うね。あ、好きなプロレスラーもいるんだね。今年は本当ショックなことが多すぎて、あのガゼットの、まあ、レータが亡くなっちゃったりとか。あ、そうなんだ。っていうのかな、たまたまなんだけど、で、タナシ引退とか、うん、ショックなこと多いんだけど。ガゼットのレーターって人わかる、うん、あ、亡くなっちゃったの、うん、そう、今年、うん、でもなんか踏ん張りどころなのかなと思うよ、人生の。私はプロレスは詳しくないんだけど、カシン君が好きだからね、そう、一緒に見に行こうって、そう、見に行きたいねって言って、あ、映画見行かなきゃね。あ、そう、ね、おっと、あー、ゴジェットグレート、これからキャリタンと楽しいたくさんだね。あー、たくみちゃん、またいいの、ありがとう、ありがとう、グレートガジェット、ハートの中に見えるのはキャリちゃん、カシちゃん、キャリカシちゃん、ありがとうございます、ベビー楽しい、たくさん、うん、素晴らしいね、そうだね、いつもありがとう、うん、どう、おかしいか、いや、うまい、うまい、うん、あ、よかった、よかった、うん、強いね、まだ9位だ、でもこれ、レイベで4位、レイベ4位、イルミネーションだね、うん、発表したよ、うん、今は陰性でした、まだまだ分からんね、まだまだね、分からん、うん、いや、そうだよね、1年のね、そうだよね、締めイベント、あ、そうだ ね、そうだね、イベントね、そうだよな、でも大変やね、ふわっちって、うん、いや、本当思う、俺なんか大変だね、うん、イベントも多いしね、うん、うん、そうだね、頑張って上の上位ね、ほんと5位以内入りたい、うん、本当に夢のある世界やね、そうだね、うん、俺は思うよ、俺は、うん、すごいな、みんなマッチドリームというか ね、うん、すごいよね、まあ、俺はまあ少なからず1ヶ月だけ生活保護受けてたから、まあ、それでもやっぱその何、まあ、ふわっちで配信して、ね、なんか生活保護打ち切れたっていうのは俺は今年の中で一番でかいかな、それも良かったね、そうね、
今来た何の結果発表あれですね、あの妊娠検査薬使ったんですけど、なんかおそらくまだ今反応出ないだけであって、もしかしたらあの出る可能性もあるし。そうだね、ケイちゃんの2024年一番でかかった出来事は何？でも私はそうだね、やっぱ今年一番ね嬉しかったことはキャスティン君とこう今付き合ってることかな。やっぱ東京来て、ちゃんと東京よ、東京来てからよ。え、そう、東京来たのもそうだけど、なんか来てよかったなっていう、っていうことで、カシン君とこうやって今付き合ってることもすごいよかったなって思うっていう、あとはね、関わってくれてる人たちの先輩たちやったりね、うん、いろんな配信者さんのね、おかげやね、本当にね、うん、で俺は勝手になんかね、こうやって言っちゃってごめんね。いいよいいよ、うん、いろいろ大変だったけどね、私も今年、まあ大阪であった出来事とか、まあそうそう、環境大事だよね、うん、でもなんか乗り越えてこう今があるかなって思うから、そうだね、いい方向にね、いい流れにねなってるかなと思う。もともと去年ね、何スパークの後に、スパークの前あたりにキャリちゃんと初めて出会って、うん、10月だよね。そうだね、うん、でそっから覚醒長稲荷さんと、ね、麦山レイ君だったりとか、うん、ね、いろんな方とで、その時初めて会ったね。そうだね、あるよ、ありがとう。そうだね、スパークの時もね、なんかココイチとかね、うん、20からしたりとか。そうね、そうね、そうね、そうそう。あとはあれだね、浅草にね、連れてってもらったこともあったし。あー、ジャーマン時代の時ね。ジャーマン時代の時とかもね、あー、そうだよね。そういう絡みとかはあったね、うん、で、なんか9月か9月東京来て、まあ私もちょっとひよこんくんのこと好きだったりとかそういう時期もあったけど、うん、そのひよこんくん家に山田くんとかしんくん、あれね、ね、起きたね、来た時にね、山田くんがつなげてくれたんだよね、ライターを。そうだね、そうだね、うん、俺もあんま積極的じゃないからさ、そうだけどあれ LINE でつながってね、うん、何回かひよこの家行ったりとか、うん、ね、いっぱい会ったりとかしてね。そうだね、うん、そうそうそう、そっか LINE つながってからね、なんか配信外でね、こうなんかカシン君を迎え来てくれたり、うん、配信外の時間が多かって、うん、お台場も行ったりもしたしね。そうそう、ね、タイミングやね、タイミングだね、私が東京来てなかったらね、こうやって付き合ってなかったと思うし、本当人生こう行動が一つ変わるだけでもすごいなんか変わるなって思うというか、うん、あれはね、いろいろね、かけてきてね、ガシン君も。ねえ。ぶち切れたやつね、私が。ケイちゃんは行動力と根性ある。しかも結構思い立ったら行動するタイプだね、私。ちょっと勢いというか。カシン君一番今はかっこいいと思う、うん、いや俺ひぼちゃおうからね、俺本業してるから、本当に本当にカシン君、うん、本業してるから、うん、
あんまりなんかそういうのなんかやましいことあんまり言わない方がいいじゃん。そうそう、なんかですね、そんなことでなんか器がちっちゃい男やん。うん、いつからかな。でも俺もでも結構悩んでる時あったんだよね。でそれをキャリーちゃんにちょっと相談したりとかっていうか、うん、それもあったね。うん、なんか私覚えてるんだけど、うん、最初に10月のね初めにカシエ君が LINE で、うん、俺はキャリーちゃんのことネタとかじゃなく好きだからねって言ってくれたのを覚えてる、うん、そうそう、だからそのなんか枠回りって枠のなんかタイミング、うん、あの閲覧引き継ぎの時もあったじゃん、うんうん、俺が一切断ったもん。断ってたね、うん、いやそういうのじゃないからっていうことで、うんうん、で俺今でもそうだよ、あのキャリーちゃんネタにしてないもん、うんうんうん、あの自分の配信だったりとかは、うんうんうん、そうだね、あのお台場の告白はそう、あの時もあのあれ何好きって言われる前だったね。でもその本当に配信外でカシエ君が好きって言ってくれた前だったね、そのお台場は。で私はその時はあの配信上でこうやってカシエ君が言ってるのだと思って、私もそのノリでごめんなさいとかっては言ったんだけど、あったね。そうそうそう、あの時は実際はカシエ君お台場の時、いやでも好きだったよ。あ、ほんと、うん、好きじゃなかったら連れていかないでしょ。うん、う私はそういうのにとちょっとその時はまだ思っちゃって、配信上だったしね、うん、だったけど、でも配信外でもこうやってくれたから私も意識してというか、うん、私もね、気づいたら好きになってっていうのからのね、無理やりもありがとうね、無理やりもありがとう、嬉しいね、それはね。で、ビューティーキャリーの後にね、柿田さんね、そう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 、ビューティーキャリーの後にあきこママの店行って、カシエ君と一緒にね、あの柿田くんもいたけど、その日一緒に帰った時にね、そうそう、付き合って、私もその時もカシエ君のこと好きだったからね、そう、好きじゃないと一緒に何帰らないし、あと、おっとー、あー、ゆきんちゃん、ちょっと花火かと思った。ごめんなさい、なんかややこしいっすね。ありがとうね、ゆきんちゃん。いえいえ、絶対にもありがとう。イルミネーション風船ね、ありがとう。無理やりでもお願いします。おやすみ。ね、じゃあカレーいただこうかな。カレーそろそろそうだ ね。カレーちょっと温めるね。すいません、食器洗い任せてください。いいよ、いいよ、置いてて大丈夫かな、いい、うん、何べえ。いい、ジュースジュースジュースみたいだよね、ジュースジュースだけど、まあ、俺はもう深酒してないから、うん、僕ね昔ほんとお酒一滴も飲めなかったんだよ、あの 3% とかあるじゃん、あれでもダメで、ほろ酔いとかでも半分しか飲めなくて、なんかそれがなんか気づけばなんか、まあ、でも最近ほとんど飲まない。飲まないよね。うん。うん。家臣黒髪男前だ。本当に？うん。
徳光さん10倍ありがとう。黒髪チェックアッシュなんですけどね。これね、ああ、トレギサラダ、ね、ドレッシングも手作りで作ったから、最高やね。さっきよかったらサラダからね。マジで、うん、わー手作りトレギサラダ、いただきます。うん、食べてみてね。おいしい。あ、ほんと、うん、さっぱり、あ、さっぱりでね、うん、そうそう、おいしい。ドレッシングの味もいけるかな。うん、最高。あ、よかった。おいしい。わかめ、ただほんとね、キャリちゃんリストがね、まだね、キャリちゃんまだ引っ越ししてまだね数ヶ月やから、まだまだね、多分疲れて絶対あると思うから、まだまだ本調子では俺はないと思ってる。俺も本調子ではないと思ってる。必ずあの調子取り戻すから、俺も。まあ、まだ1ヶ月や。今月勝負や。徳山さん、ありがとう。ありがとうね。いや、今日一日長かったわ。どうなるわけ、俺の弟は一体。ミニオンくんもさ、どうなんのこれ。大変だったね。マジもう。いや、できてるわけないじゃん。あいつらあの二人バイだろ、あれ。なんか嬉しいようで悲しいよっていうか、なんて言うのかな、ね、まさかね、ね、その1年間一緒に過ごした弟とね、うん、ミニオンくんがね、まさかこういった形で取り上げられるとはちょっとこれは予想してなかったね。あ、なんかあれっすよね、病院っすよね。まさに煮立ったドリームっすね。あ、もんじゅりさんの家行ったと思いますよ。じゃあ行きました、行きました、行きました。あ、まゆさんとあのクランさんもね、もうオープン方式でみたいな。うん、奈々ちゃんも気に入ってくれてよかった。そっか、料理のアングルにすればよかったね。うん、ごめんね、気ぃ使わなくて。あ、徳光さん、無理アイテムお願いします。あと30分で終わります。じゃあ今日はどこを監視しよっかな。うん。
クレンさん、ありがとう。ありがとう。10倍。チーズもかける？ああ、ぜひぜひ。オッケー。ありがとうね。いいよ、いいよ。うん、監視ありき。うん。高見さん、10倍。Thank you。ありがとう。このさ、もうキャリジャの枠だからさ、なんかあんまなんかさ、そのなんていうのかな、いつものそのはちゃめちゃが出せないっていうのも正直あるね。これ、もうこれが素だからさ、あ、僕しばらく休みます。ありがとう。そうだね、配信外でめっちゃ話すからね、いろんなことで、いい感じ。あと、くやさん、ありがとう。ああ、ね、ありがとう。いいやん。え、食べちゃっていいのかな。食べていいよ、食べて。はい、いただきます。すいません。おいしい。おいしい。よかった。嬉しい。嬉しい。うん。おいしい。あ、本当よかった。うまっ。めぐみさん、ありがとう。一番あの学校の給食とかでも一番あのカレー好きなんだから。カレー美味しいよね。うん。これバーモントかな。そうだね、バーモント。いや、幸せやわ。このカレーとかやっぱさ、給食の時やっぱ何が思い出すっ ったら揚げパンとさ、やっぱカレーだったりとかさ。あ、わかる、うん、揚げパン美味しかった。いいかな。うん、歌詞にやっぱり痩せたよって、あのもうもともとこういう系、俺は結果、陽性。あ、出てた。美味しいよね、ソフト麺ね。今もあんのかな。特命さん、ありがとう。
私食べるね、ちょっと7時ぐらいだったからね、食べたの2杯目のカレー。何だよ、いただきます。美味しかったから、うん、うまい。おいしいね、うまい。うまい。手作りいいね、やっぱ。うん、最後。なんか。いいよ。うん、うん、あちんくんもおいしいって言ってくれて嬉しいよ、うん、俺とキャリちゃん食べるタイミング同じなんだよね。同じだね、スピードもね、スピード同じぐらいだよね。うん、うん、うん、これね、うん、うん、そして2回目、うん、うん、おいしい。美味しいです。うん、サラダの汁まで飲んだぞ。え、マジで？サラダ、いや、ドレッシングも美味しかって、うん、この汁もね、飲んだ、うん、そうそう。直樹言っても、まあまあ、ふざけんなよ、お前、あいつは。絶対配信会ひっくり返しちゃうから、うん、ひっくり返す、うん、うん、さすがに3杯目はいいかな。ほんと？あ、でも私おかわりあるからね。あ、マジで？うん、おいしい。うん、ちょっと、うん、うん。
うまい。うん。よかった、すごい。嬉しい。今日もすぐねんねね。ねんねだね。ねんねね。ねんね。ねんねね。買ったけど、それ。うん？すっぽん。やってるけど。ねんねよ。ごちそうさまです。うん。大丈夫。大丈夫大丈夫。また多分ね、多分起きてから多分また食べたくなっちゃう。ああ、そっか、そっか。うん。なんとなく俺のツボ分かったでしょ。分かった。うん。ね、これ何時だこれ。1日目安量6粒です。1日の6粒を目安に。6粒を目安に。じゃあ2、じゃあ3粒いくか。あ、そうだね。半分じゃ。いや、1日6粒ってことは、2錠にしとくか。いいんじゃない？一気に6粒でも。いやいや何を言っとんの？1日は目安24時間だから、ちょっと2錠ぐらいでいくかね。これ大丈夫だよ、これ配信これね。大丈夫でしょ。大丈夫だよ、ね。エキス、なんかサラダ食べれそう？あ、食べれる食べれる、食べれる。あのね、ちょっと配信切れてからちょっとまずカッカッカッ食べようかな。あ、いいよ、無理しないで。ごちそうさまでした。惜しかった。マカ効果があったら報告待ってます。それいる、その報告。欲しい。そうだよね、朝、昼、夜ってことだよね。そう、見投げる自信。あのこれ本当にこれ年取ったで、おじさんみんな使うのこれ。もっといいのあるんだけどさ。もっといいの？いや、すごい銃とかさ。ああ、よく聞くやつだ。バイヤーとかさ。ああ、聞いたことある。エロいって。やんないからね。え、やんないもんとか言って。やんないよ、その前振りちゃうよ。久米さん、無理アイテムお願いします。無理アイテムお願いします。あと13分で終わります。私とキャリーちゃんは、今日もノーからの、いや、ノーからのノーからのノーからのイエスカラーズ。イエスカラーズ。イエスカラーズ。今日だってもう大変だったじゃん、今日も。だけどね、かしいか。え、でも、無理やりはしないよね、私。無理にはね。そうだね。疲れてるっていうんだったら分かってあげるよ、私も。無理やりとかしないから、疲れてるなら。かわいそうって、私からばっか
そうだよ、俺から行くよね。そうだよね。ちょっとね、これバカに弱くなっちゃったかも、かしげくん。なになになに、食べれそうなかったら、うん、置いといてもいいし、うん、うまいよ。あんと、うん、9割キャリー、そんな、そうでもなくない？違うね、半々ぐらいじゃない、うん、ねえ。でもキャリーちゃんの分かりやすいんだよ、なんかね、結構イライラするんだよね。イライラする？あ、そうよ、そうそうかな、うん、喧嘩しないね、うん、しないよ。一回もないよね。うん。うん、シンク優しいよ。うん。イライラしてるかなって、そしてくれないから、うん。何言ってんの？何言ってんの？ね、何が？うん、うん、何？ね、これはあれだね、今日はちょっと、うん、この枠で終わろうか。よいしょ。いやマジ今日大変やった、今日もお昼からも、お疲れ様だよ。ほんとね、大変だったね、うん、お上手、ありがとう。で、733号って思うじゃん、普通に話とかするのよ。話すね、うん、話し合いもね、いろいろするよ。俺とキャリーちゃんの裏ミーティング、裏ミーティングね、うん、裏ミーティングします。ありがとう。あ、今度巻いた髪見てみたいね。あ、巻き髪もしよっか、うん、そうね、うん。じゃあケイちゃん今日7時間7時間か、うん、お疲れ様です。ありがとうね、かしんくんも一緒にね、盛り上げてくれて。全然全然全然、ね、ごめん、なかなか喋れなくて。うん、大丈夫だよ、かしんくん、ね、そんなことないし、うん、あん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 とかでも FC2 見てこいめ、 X ビデオ行ってこい。今日顔色悪いんですよ、今日じゃ襲撃じゃんだって、黒船のタコ船の襲撃これ昨日タコパーティーやったよね。あ、そうだ、これ前触れちゃうよね、これもうこれ前触れ、もうさ、昨日たこ焼きパーティー、たこ焼きからの今日タコ襲来、勘弁してください先輩。本当だ、タコ続き、タコ続きする先輩先輩。前振りってさ、勘弁してくださいよこれ。トリナちゃんそんなそこまで予想してなかった。ないよね。分かんないな、これ配信者って怖いな。分かんないね。うん。いや俺帰れコールでやって、自分家なのに帰れって言われてどういうことだって。お前帰れって言われてさ、いや。うん。そんな言われてたんだ。
まあ、連絡嬉しいっすよ。表彰状ありがとう。お願いします。ありがとうございます。ありがとうね。いや、俺は天然さんほどね、俺はそこまでできない。もうズバリと、すごいすごい。さっき途中なんか乱入してきた山田さんもね。何なんさっきのね、山田さんね。山田さんね。何なんあれ。あくらくん、かしゆくん、髪型似合ってるって言ってた。あ、ほんと。ねえ、いい感じで。しかも20回って言ったらね、切られたし。山田くん。できたの？できないの？どっち？何あれ？ねえ、いきなり。ねえ、結果発表は終わって陰性でした。でもまだ早かったのかもしれないし、ちょっとグレーだね。うん。え、キャリーちゃん、サラダいいの？サラダ食べれそうない？写真家一緒にシェアしようよ。シェアしようか。一緒にシェアしようよ。いいよいいよ。私もじゃあ食べようか、サラダ、うん、一緒のお箸でいい？いいよいいよいいよ、全然ね、うん、まだ早かったかもね、うん。おいしい。わかめが多かったね。ちょっと多くなりすぎた。またわかめがいいよ。いい、うん、髪の毛にもいいかな。あ、そっか。あひよくんありがとうね。あひよくんありがとう。今日やんないの配信。ありがとう、いいね。するね。結婚するよ。だよね、うん、今日5000人の前でね。そうだよ、5000人の前で言われたよ、うん、どうするのできてたら。結婚しますね、言ってくれてね、うん、嬉しいよ、感じで寝ます。ねえねえねえ。あと1分なんでね。表彰状ある方お願いします。そう、こうしますって言ってくれて。
ありがとう。ありがとう、両少女。アイテムありがとう。おやすみ。また明日。両少女ありがとう。おつけしん。つけしん。今日のからのイエスイエスカラーズカラーズです。表彰でありがとう。いやもうね、助かります。ちょっとイベントもね、追い上げたいので6日までね、6日イベラスなんですけど、ちょっとそれまでね、お願いします、ね、とりあえずね、おやすみ。おつきゃしん、おつきゃしん、ありがとう。おつきゃしん、寝る、うん。あ、蔵前からどうぞ、ありがとう。しんくんも寝るって、うん。おつきゃしん、ありがとう。おやすみ。おやすみなさい、ありがとう、つーだね、ありがとう。おやすみ、おつきゃしー。